欲望をテーマに書いてます。人から否定されるようなことだったり良くないとされるようなことをそれだけではない側面というか自由な世界観っていうんですかね、そういうものを肯定したい。描くのは誰にも邪魔されない人の欲望。ブレイクビーン、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト真下由紀、大学の卒業制作が評価され翌年には個展を開催。唯一無二の感性で彼女が描くのは美しくも不気味な作品。表現したいものとしてはその怪しさだったりとか不気味さだったり、そういうものの、一つの側面としてこう前向きさがあったりとか多面体的な感じですね。こう見る人によって見え方が変わるっていうのはいいなと思ってるので。モノクロの線で表現される繊細な空間、そのルーツは幼少期に出会った美術とは少し遠くに位置する意外なもの。すごい私は子どもの頃漫画が好きだったんですが、うちの家庭がこう漫画に否定的な家族だったんですね。だから白黒で漫画的な技法を使って描くことで子どもの頃の自分を救済するようなところがあるのかなと感じて、線で描くっていうことを一番大事にしてます。漫画の画材で描き過去の自分と向き合う、そんな作業の末にたどり着いた自身のアートに対する一つの答え。私は欲望っていうものが好きなんですよ。欲望を原動力にして人は何かをする。それがいいことか悪いことかは分からないんですが、その人の本当に思ってることっていうか本質に近いものだと思うので、あえてそれを書くっていうことが肯定になるんだと思います。誰もが持つ欲望のすべてを肯定したい、救いにも似た壮大なテーマで描くアーティスト真下由紀の未来とは。自分が何を書いたのかとか何をしたかったのかとかって明確に分かるのはいつも何年も経ってからとか、結構こう時間差が常にあって、そうなった時にずっと書いていられる環境でありたいなと思いますね。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は陶作家酒井智也のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。